静観。アイキャスツインカムセラミックターボスカイライントゥードアスポーツクーペ GTS。 お近くの日産特設会場へ。おはようございます。チェンマイに着きました。今ソンテウっていう乗り合いトラック、乗り合いバスみたいのに乗って、これから市内に向かいます。今バスターミナルです。なんかソンテウね、去年までは20バーツだったと思うんですけど、30バーツになってますね。最初運転手に値段聞いて30バーツって言われて、またバトルすんのかよって、20バーツに下げる、またバトルすんのかと思ったら、他の客に聞いたら他のお客さんも30って言うんで、あ、しまった、バスがあったんだ。あ、15バーツって書いてありますね。ていうかバスがあるのすっかり忘れてました。ちょっと僕今回キャンプアクモンっていうチェンマイのお堀の北の方にあるエリアに今回は泊まろうと思ってます。いつもは南の方のチェンマイ門の方なんですけど、今回はちょっと場所を変えてみたいと思ってます。アゴダってアゴダっていう予約サイトがあるんですよ。多分世界中の宿が予約できるサイトで、まあ、安い時もあれば安くない時もありますね。直接宿に行った方が安い時もあるし、アゴダで予約した方が安い時もあるし、で他にもいろいろ予約サイトがあるんですけど、例えばブッキングドットコムとか、そっちの方が安いっていう人もいるんですけど、僕が見た限りはブッキングドットコムとアゴダが同じ値段はありますけど、大抵ブッキングドットコムの方が高かったですね。あとはホテルドットコムとか、あとなんだっけな、鳥箱とかだったかな、いろいろあるみたいですけど、でもいろんな人に聞くとやっぱりアゴダが一番安いっていう人多いんで、僕はアゴダしか使ってないですね。チェンマイ何度ぐらいか分かんないですけど、朝は涼しいですよ、かなり。バンコクも朝は涼しかったけど、もう9時なのに結構涼しいですね。多分一番暑い時間はバンコクとあんまり変わらないと思いますけど、朝晩は多分チェンマイの方が涼しいと思います。でチェンマイまで行けば朝晩はもっと涼しくなって、昼間も涼しいと思います。でそこにね、老後のロングステイということで結構お金持ってきてる、タイに住もうとする人がたくさん来るので、それを狙った日本人もいるみたいですね。まあまともにやってる人もいれば騙そうっていう人もたくさんいるみたいで、ある人は、まあ、ネットの情報だけですけど、日本人村っていうのを作って、まあ広い敷地になんていうの、バンガローっていうか コテージというか、そういうのをたくさん建てて一棟いくらでもう売っちゃって、レンタルじゃなくて売って儲けてるとか、そういう商売やってるんですけど、まあそれ多少高いかもしれないけど、まあいい商売じゃないかなと思う。どちらにとってもね、売り手も借り手もいいんじゃないかなと思うんですけど、ネットでは特定の人にブログと書かれてたんで、まあ汚いことやってんのか、ライバル業者がそういうこと書き込んでんのか、どっちかなのかなと思ってましたけども、相場なんか全然知らないから高めに売れるんだろうけど、めちゃくちゃ高めじゃなければ、まあ情報量というか、まあしょうがないんじゃないかなと思いますけども、相場通り買いたければ自分で調べるしかないし、めんどくさいんだったら高いお金出すしかないし。あ、もうターペーモンのとこまで来ましたね。旅行者がたくさんいる、まあどこでもいますけど、チェンマイはここが広場でいろんなイベントをやりますね。前か年末年始の年末のか年始のカウントダウン何年か前に来たんですけども、人多すぎて身動きできない、満員電車並みでしたよ。でも花火綺麗でしたね。その様子も YouTube にアップしたんですけど、全然誰も見ねえ。アップしたのはチェンマイのカウントダウンです。僕のチャンネル見ればすぐに分かると思います。最初の方にアップロードしましたね。でなんかステージで芸能人が歌ってたりするなかなかいいのがあったんですけど、
その曲が、あの YouTube のコンテンツ ID っていう曲を自動的に検知する機械に引っかかりまして、著作権違反だから削除しろとか削除しましたってなってアップロードできないんですけど、ちなみにチェンマイは時々タイで一番空気が悪いエリアになります。この周りのこの車が多いっていうのもありますけど、あと周りの山で野焼きやってるので、その野焼きの灰の煙がチェンマイ盆地らしいので集まってきて、結構すごいですね。チェンマイは空気悪いらしいです。多分ね、何にも知らない人がチェンマイ来ると、まあこういう大通りは別として、あーチェンマイ空気おいしいななんて言うんでしょうけど、実際はひどいもんらしいですよ。あ、ここはもうチェンマイモンですね。チェンマイモンの市場、ここは何でもあるんで便利です。夜はね、おかず屋台がたくさん出て、一品20から30バーツ、ご飯を大盛りで10バーツ、それを持ち帰って食べればもうお腹いっぱい、美味しいものがたくさんあります。チェンライも良くはないと思います。周り山いっぱいあって、多分違法な野焼きがあると思うので、チェンライあんまり覚えてないけど、良くはないけど、チェンマイよりはマシなんじゃないかなって思いますね。僕いつも見てるわけじゃないですけど、僕が見た範囲だとワーストはチェンマイ、メーホンソン、あとバンコク入ってたかな。やっぱりバンコクも入るんじゃないかなと思います。メーホンソンなんかもう空気が悪くて飛行機が中止、運航中止になるらしいですから、チェンライの方からチェンダオの方を通ってチェンマイに来る道、夜中走ったことあるんですけど、夜中ものすごい野焼きやってて、山が赤々と燃えててすっごい綺麗でしたけど、こんなに大通りから見えるところで野焼きやるなんてもうほぼ公認じゃないかと、賄賂でも払ってるのかなと思いましたね。あれ？おい、こっちじゃないぞ。ちょっと違う方行かれてます。まあ着くんならいいけど、こっちに。ここ曲がんないんだけど、俺が行きたいところが。病院らしきところに入りましたね。やっぱり病院ですかね、ここ。野焼きって周辺国でもやると思いますよ。ラオスは間違いなくやると思います。まあ、思うだけで実際わかんないですけども。あと野焼きは別に山だけじゃなくて平地でもやってて、昔農薬コンバスで長距離移動するときに路肩で燃えてる、路肩が燃えてるんですよ。そこをバスで農薬を通るとき、そこを通るとものすごい暑いんですよ。熱風が来るんですよ。やけどするんじゃないかってぐらい。その野焼き区間はね、心の準備が必要なんですけど、心の準備なしにそこに行くとかなりびっくりしますよ。ちょっとそろそろ着くんで、見てないと通過しないかどうか、おっさん忘れてて通過するっていう可能性もあるんで、このちなみにこれがこのボタンを押せば止まります。止まるはずです。まあ最悪チャンプアクモンってとこまで行っても少し戻ればいいんですけど、荷物くっそ重いんでなるべく歩きたくないんですけどね。あ、日本語でサンドイッチバーだって。あそこサンドイッチバーってのがありますよ。日本人が一切関わってない日本食とかも結構あるらしいですね。日本人がオープンしてるところとか、日本人が関わってタイ人が経営とか、実際はタイ人が料理してる日本料理屋とか、あと全く日本人が関わってない日本料理屋と、いろいろあるみたいですよ。やっぱり日本人が関わってないともう完全にタイ人流になってまずいらしいですね、大抵は。そろそろかな。ちなみにこの環状線は警察が結構検問やってて、
レンタバイクの外人を狙って無免許ノーヘルを取り締まってます。昔からあのレンタバイクなんかの無免許で借りられるんですけど、なんかこう数年そういうの見かけるようになって、前はもう黙認状態だったんですけど、そんなことしたらレンタバイク借りる人、ね、少なくなっちゃうと思うんですけど、何を考えているのか警察は分からないですね。レンタバイク協会かそういうところからもう賄賂を釣り上げようとしているのか。